はい、こんにちは、ちずちゃです。今回は2018年2月の23日朝の8時59分までの期間限定イベントクエスト、モルゲンロートにミユと大ぐらいどもがマイルに挑戦していきたいと思います。まずはモルゲンロートにミユから。こちらはゾラマグダラオスの誘導が目的です。ゾラマグダラオスの背中に来ました。排熱機関を破壊して、排熱機関を3つ破壊するのが目的です。こちらが排熱機関です。作戦、爆弾を置きます。よっ、なかなかダメージ与えてましたね。痛い。別に爆弾置かなくても全然よくて、普通にこのように攻撃をしていって排熱機関を破壊します。よっ、排熱機関の場所は左下の地図に載ってます。破壊したやん今。鍾乳石を利用します。鍾乳石を利用することでゾラマグダラオスに大ダメージを与えることができます。スリンガーにセットした石ころを撃つと、このようにゾラマグダラオスにダメージが与えられます。ただこの鍾乳石なんですけど、低い位置から石ころで撃っても反応しないので、このようになるべく高いところに登って、よっと撃つと鍾乳石に石ころが当たります。2つ目の排熱機関です。ふう、怖い。よっ、あっつい。ひたすら攻撃していきます。よっ、まだちょっと近い方がいいのかな。よっ、はい、2つ目終わりです。3つ目に行きまーす。別の排熱機関を探せ。破片だ。大陸が変容、マグマの流れにまた変化が。よいしょ、おっと、これが3つ目です。もうただ破壊するだけですね。いったー。熱い熱い、まずいですよ。やった、よっ、あー外した。よっ、チャージステップでヒアラレも、あー今当たってないじゃん。ヒアラレも解除できます。あ、全然当たんないんだが。よし、3つ目終わりました。まああとはやることあんまないです。アネルギーガンって来ましたけど、戦ってもいいですし戦わなくてもいいです。もう我々がするのがこのように鍾乳石を撃ち落とすことだけですね。ちょっと時間が結構余っちゃうんで、適当に宝石を掘ったりしても良いのかなと思います。ちなみにこの先ゾラマグダラオスの頭があるはずなんですけど、お、あ、ちょっと早かったかも、ちょっと早かったかもしれない。当たってないな、これ今の。ちょっと早くやりすぎちゃいましたね。これ頭です、ゾラマグダラオスさんの。ほら。あー、よし、ひとまずの難はしのいだ。作戦を続行するぞ。これゾラマグダラオスさん、頭ぐらいはダメージ与えられるやろうと思ったんですけどね、無理なんですよねこれ。発見したと思ったんですけど、あー、気をつけて。全調査員に告ぐ。総司令にこういうこと言われたら大砲とバリスタ芸の始まりです。このセリフが来たらゾラマグダラオスから撤退します。そうすると大砲芸が始まります。大砲とバリスタがあります。ダメージを与えるには大砲の方がいいんですが、何かを破壊したりするときはバリスタの方が狙い撃ちしやすいかなと思います。ボールを相手のゴールに向けてシュー、超エキサイティン。当たってない。だって大砲のね位置を。よっ、
めて最初の5発でひるむはずなんだが。お、ひるみましたね。よし、よっと、オッケーオッケー。こうやってお供と共同作業ができるのが結構いいですよね。 NPC が勝手に大砲を詰めてくれるんで、これは本当ありがたい。よっ、あー、まだまだ不十分です。よっと、ちなみにこれ乗れます。乗ったり攻撃したりできます。よっ、特に乗るメリットもないんで私は乗りません。よっ、NPC が集めてくれたのを発射しまーす。で、降りまーす。あれ、降りれない。よし、じゃあ BGM 変えていきましょう。皆さんもここの船好きだと思います。はっ、この船は激流槽が撃てるだけじゃなくて、あー、神 BGM、 こうやってね、NPC、 詰めてくる NPC が2人いるし、かなり NPC 同士が近いっていうのと、あと大砲の弾が置いてあるところもかなり近いので戦闘しやすいんですよね。いいよ、大砲を押して、よっと、近い近い、やった、はっ、やった、お疲れ様です。見事ドラマグダラオスの誘導成功しました。特にヒットポイントが高そうな感じもしないし、攻撃力と言ってもみたいなとこありますし、ちょっと報酬に期待できますね。16分17秒。砲撃あった数は別にそんな多いわけじゃなさそうかな。砲撃は出やすくてもおかしくはなさそうですね。ドラマグダラオスはランダム出現だから、いつでも生きるっていうのも魅力的かも。あとはハンターランクが上がりやすいかどうか。普通だ。至って普通。続きまして、こちらも期間限定イベントクエストの、大ぐらいどもが参るです。こちらはドスジャグラス2頭のクエストなんですけど、回で参加制限がないんですよね。一体、なんか面白い現象とかあるんですかね。とりあえず1匹目はいましたが、いたんで追いかけてはいるんですけど、お？お？縄張り争い？アンジャナフとドスジャグラスの縄張り争い。ちょっと待って、そういうのいらないから。ちょい。あそこで、なんかしてますね。ちょっと待って。お？ドスジャグラス振り回されてる。そして、からの、アンジャナフ、転倒してるドスジャグラスに攻撃しないの優しいな。優しみが深いな。追いかけよう。お、また出会ってしまった二人。左下のマークが、ドスジャグラス1とドスジャグラス2になってるのが、結構シュールかも。来るか？あ、逃げた。2回目はないのか。もう倒しちゃいましょうか。よっ。これでアンチャナフのヒットポイントを減らしてたら、もしかしたらドスジャグラスが勝つみたいな、そういうムーブもあるんですかね。おお、はや、まあ、縄張り争いありましたからね。
2匹目のドスジャグラス。なんかドスジャグラスこんなとこでうろうろしてんの珍しくないですか。いやー、ここに来るドスジャグラスってなんかイメージないな。普通にあるのかな。お、なんか匂い嗅いでる。わー、どうしたどうした。ちょっとお待ち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 。あー、なんか破壊した。どうしたどうした。子供がやられちゃいましたね。これをきっと巣に持ち帰るムーブがあるんだろうな。しかしそんなことはさせんよ。やった、ウスジャグラスさん。獲物を食べているときは非常に肉質が柔らかくなるので戦いやすいです。やった、めっちゃ外したな。お疲れ様です。はいや、報酬は、報酬は多いですね。普通に報酬が多い。モンハン始めたてっていう人にはいいクエストかも。ハンターランクも普通かな？ちょっと多いぐらいなのかな？この2つのイベントクエストは報酬が若干多い気がするという感じでいいのではないかなと思います。皆さんも挑戦してみて気づいたことがあればコメントで教えていただけると嬉しいです。ということで今回は以上です。最後までご視聴誠にありがとうございます。励みになりますのでチャンネルの登録と高評価ボタンのポチをよろしくお願いします。またねー。